ここは身延山の中でも塔頭寺院と言われまして、550年のお寺なんですが、日朝上人という11代目の法師芸家が開山した目と学業の神様のお寺になっています。そこが550年も経ちますと、世界中からお客様がいらしてくださる宿坊になっています。今回は山梨県身延町にある鶴林坊という宿坊で、外国人観光客の方々、地域の皆さんに対して和楽器を中心にした音楽のパフォーマンスというのを披露させていただく取り組みになっています。もともと外国人観光客のために、その食と土っていうのをテーマにしたツアーが組まれていて、そこにその音楽のパフォーマンスっていうもので参加をさせていただくっていうことだったので、食だったり土っていうのを音でこうどう表現するかっていうところが一つテーマになってくる取り組みだったんですけど、人々がどういう暮らしをしてたのか、農業との関わり方をしていたのか、この身延の歴史を紐解かせてもらってストーリーに落とし込んで、で役者の方のセリフを交えて、そこに音で世界観を表現していくっていうようなパフォーマンスを作らせていただきました。鶴林坊さん の本堂、お堂を使ってパフォーマンスをさせていただいて、2日間その場で作ったパフォーマンスをしたので、すごくオリジナリティのあるものになったなと感じてます。普段自分で創作をするときは、だいたい現場に入るまでに8割から9割方はもうイメージとかも全部固めた状態で、残り 1、2割をブラッシュアップするっていうやり方が主なスタイルなんですけど、今回に関しては初めてご一緒させていただく方もいたので、そういう方々とどういう融合ができるかみたいな、ちょっとこう余白を残した状態で現場に入りました。この空間に来ないと分かんない部分とか、歩いてみないと分からない部分とかもたくさんあったので、自分には全くないその音だったりとか演出だったりとか価値観っていうのを取り入れることができたので、それがめちゃくちゃ楽しかったです。見てる方々は海外の方がすごく多いのに、あえて日本語だけで伝えても何かしらなんか近いものが伝わってるのかなと。もちろん翻訳したテキストとかも私はしてるんですけど、言語っていうものを超えてなんか真剣にやれば近い雰囲気のものが何か受け取っていただけるだろうなっていう。 So the performance was really energetic, like it was like you could feel the atmosphere, like the energy coming in and be like absolutely incredible, and the fact that they only did it in 2 days, and you know it's for this really beautiful area that I'm so lucky to be staying in, is really really beautiful to experience.単純にそのアーティストがその地域でいい作品を作って提供できたっていうだけじゃなくて、普通だとこう演奏とかそういったパフォーマンスが終わったらお客さんが拍手されて帰られると思うんですけど、今回はお客さんがずっとその場に、その会場に残って、アーティストにいろんな質問を投げかけていたりとか、お互いにそのなかなか言語の壁があってコミュニケーションとか取れてなかったところが、なぜかこう話したい気持ちになってお互いにコミュニケーションを取り出したとか、なんかそういったちょっとこう奇跡的な空間が生まれたと思っていて、でみんなその空間をすごくこう終わらせたくないというか、皆さんもう本当全然帰らないし、何かにこう後押しされてこの時間を共有したいっていう風な気持ちになってくださった、すごく個人的には驚いたことです。すでにできるパフォーマンスをただ現地に持ってきて披露するだけでは、多分生まれなかったんじゃないかなと思っていて、この現地で実際に住んでいらっしゃる地域の方々や今回来られている外国人観光客の方々と同じ地域で足を踏んで、同じ地域でいろんなものを見聞きした結果作ったパフォーマンスだからこそ、情熱的なものというか皆さん心に感じるものがあって、それが一人一人の気持ちを動かしたんじゃないかなっていうのは、すごくこう実感として感じた取り組みになりました。
寺はどうしても日本文化の中でどんどん縮小していて、見に海外から来てくださる方は増えてますが、活用されることがなくなってしまっているのですが、本当に思い切ってコラボさせていただくことによって、まだまだお寺の未来の可能性を改めて感じることができました。お寺の新たな活用方法ですとか、町おこしの起源ですとか、子どもたちへつないでいける何か日本文化資源になるんじゃないかと思って、本当にワクワクを感じました。僕自身はやっぱりこうずっと創作和太鼓の中で生きてきて、定型という型がだいぶできてきたんですよね。もう30迎えるぐらいまではずっとその型の中で生きてきたんですけど、その型を破ると言いますか、型から外れていくこともしたいなっていうのを思ったんですね。まあ、他の音楽的な多ジャンルの人たちやることはとても多かったんですけど、あんまりこう言葉と一緒にやってる方っていうのいなくて、まあ、朗読と太鼓とかはあるんですけど、なのでこの太鼓と演劇、まあ、太鼓と言葉っていう、なんか音楽としてただ楽しいよねっていうだけじゃなくて、やっぱりメッセージ性の強い何かそういうものを作っていきたいっていう気持ちはあって、それをここのミノブのこのかくりんぼっていうところでさせていただいているのはとっても貴重な機会なので、これからも頑張りたいです。アーティストが実際にそのミノブ町という地域に来て、その場で創作してパフォーマンスを披露させていただくっていう、まあ一般的に言うとアーティストインレジデンスっていう形の取り組みだったのかなと思ってます。今回は音楽が少しこう人の背中を押せて動いてみようって思うような意識に働きかけられたのかなと思っています。現地で作ったものを現地に来てくださった皆さんと共有をして、実際にそういった交流が実現したっていうのは、何かこう地域に対するアーティストインレジデンスの一つのこう形というか、一つのあり方なのかな、意義のあるものだなというふうに感じました。なので僕たちとしてはいろんな地域で、もしくはこのミノム町で継続的に何か地域の皆さんだったり来てくださった方々のためになるような取り組みとして、一つこのアーティストインレジデンスという取り組みを深めていけたらなというふうに思っています。